おはようございます。社会民主党松本総支部定例の松本駅前での街頭宣伝第442回目の月曜の声でございます。おはようございます。土日は結構 暑くて汗も出るような強い日差しでした。今朝も青空が広がって日中は気温が上がるだろうというふうに思いますが、今は涼しい風が吹いて過ごしやすい朝を迎えております。駅前の寒暖計今日は18度ということでございます。さてこの7月の参議院選挙、まだ日程がいつになるということが決まりません。19日には中央選管の説明会がありますので、今週中には参議院選挙の日程が決まるだろうというふうには思いますけれども、7月10日が参議院選挙の投票日だとすれば、17日間の選挙運動期間を入れると6月23日が告示日ということになります。しかしこの6月23日は沖縄慰霊の日でございまして、それを避けた方がいいのではないかという議論もございます。また安倍総理大臣は憲法改正のための発議ができる参議院で3分の2を確保できる情勢を作って、そして衆参同日選挙、参議院の任期満了日は7月の25日ということでございますので、ギリギリ7月24日あるいは7月の17日を投票日として衆参ダブル選挙ということも念頭に置いて今の政局を眺めているという状況だというふうに思います。いずれにしましてもこの間の国政選挙あるいは地方選挙、ついこの間行われた松本市長選挙においても投票率が極めて低いということが私は憂慮をするわけであります。投票率が低いということはもちろん安倍政権を認めて安倍政権の政策がいいとして投票をされる方ももちろんいるでしょう。しかし政治が変わらない、投票に行っても選挙しても政治が変わらないと思う市民の皆さんが仮に投票に行かなければ、それは安倍政権の政策を信任したということになってしまいます。今この夏の参議院選挙、私たち社民党は民進党の公認候補ではありますけれども、杉尾秀哉さんを共産党とともに推薦をし、そしてまた信州市民連合という市民団体の皆さんも政策協定を結び、まさに野党と市民の共同候補として杉尾秀哉さんを推薦して戦うことを決定をしています。野望だというふうに自民党の皆さんから言われますけれども、しかし憲法違反の法律を作り、その法律を廃止するという大きな大義の前には、それぞれ政策の違いはあっても安保法制を廃止する立憲主義の回復を求めるというこの大義に結集をしなければこの国の政治は変わらないというふうに思ったからであります。これは野党が思っただけではなく、多くの市民の皆さんが私たち社民党、民進党、共産党に対して、この長野県一人区においては野党が共闘すべきだということを求めてきた、その結果でもあるわけであります。今回の参議院選挙は安保法制を廃止、そして立憲主義を回復するための選挙であります。しかし日常、私たちが今ある日本国憲法の恩恵に扱っているという感覚を持つことはなかなか難しいわけであります。私たち社民党は護憲ということを旗印にし、憲法改悪阻止ということもスローガンとして街頭で訴えてきました。しかし現実社会において日本国憲法の恩恵を
受けているという感覚がなければ、多分誤見誤見と言っても耳の中には残らなかった、これまで残ってこなかったんだろうというふうに思います。しかし今朝のこの法にあたる風を憲法の風というふうに感じてみてください。今この法にあたる風を憲法の風、平和の風、立憲主義を守る風、基本的人権を守る風、私権在民を思い起こす風だと感じてみてほしいんです。今日本国憲法は日本中にこの憲法の風が吹いています。熊本で被災をされた皆さんや、そしてそこを復興を助けるボランティアの皆さんの汗にもこの憲法の風は吹いています。また昨年韓国におきまして、東アジア平和フォーラムが開かれました。そこでは日本国憲法9条は日本だけのものではなくて、東アジア全体が共有しなければならないものだという決議、アピールが行われました。東アジアにもこの憲法の風は吹いています。チェルノブイリ連帯基金の連帯基金は、イラクでの劣化ウラン弾による小児がんで苦しんでいる子どもたちの医療支援も行っています。チェルノブイリ連帯基金の理事長をしている諏訪中央病院の名誉院長であります鎌田実先生は、私たちはイラクにおいて医療活動をしていて、一度も攻撃をされたこともないし、危険だというふうに思ったことはない、それは戦争をしないという国の NGO だからだというふうに言っていました。イラクにも日本国憲法9条の風が吹いている。しかしこの日本の中においても憲法9条の憲法の風が吹いていない場所があります。それは福島です。 3.11 東日本大震災から5年が経過した。福島第一原発事故は依然として収束しない中で、この日本は原子力災害緊急事態下に依然としてあります。通常であれば追加の被曝線量は1ミリシーベルトを超えてはならないという基準がありますが、しかし原子力緊急事態宣言下にあるがゆえに20ミリシーベルトまでそれが許されてしまっている。これは憲法の風が止まっていると言わざるを得ません。そしてもう一つ、沖縄です。沖縄県民の多くの沖縄県民が反対をし、毎朝名護市辺野古のキャンプチュアブ前で座り込みをし、それを沖縄県警と東京の警視庁が排除をするという攻防が続いている。県民が反対をし、反対をする県知事を選び国会議員を選んでいるこの沖縄において、安倍政権の下でアメリカ軍の新基地建設が着々と進められている。ここにも憲法の風は吹いていない。そしてアベノミクスの下で広がる格差と貧困、子どもたちが希望を持つことさえできないような貧困の拡大、ここにも憲法の風が吹いているとはとても言い難い状況が広がっています。憲法の風を止めてはなりません。憲法の風をこの日本に、そして世界中に吹かせていきたいというふうに私たちは考えています。そしてこの夏の参議院選挙は、野党と市民の共同候補杉尾秀哉さんの風を大きく大きく吹かせていくために、社民党も頑張ってまいりたいと思います。社民党定例の松本駅前での街頭宣伝第442回目の月曜の声、続きましてそれぞれの副代表の皆さんからもお訴えをさせていただきます。